皆さんどうもこんにちは。本うやくチャンネルのたけ見です。今回は野口幸男さんが書かれた2040年の日本をご紹介していきたいと思います。いつもこのチャンネルをご覧になっている皆さんは、40代から50代の方が結構いらっしゃると思います。ということは、 2040年には今この動画をご覧のほとんどの皆さんが65歳以上の高齢者となっているわけです。人生100年時代と言われる今、65歳になったとしても人生はまだまだ全然終わりではありません。 ですがもし2040年の日本がまともに介護も医療も受けられないようなディストピアであったらどうでしょうか超高齢化と人手不足によって社会保障負担が急騰し65歳以上の方の半数が満足な介護や医療を受けられないそんな社会が間近に迫っているとしたらどうでしょうか本日はそんな絶望的な2040年の未来を的確に予想し来るべき将来 に備えて今この瞬間から行動するために。 うってつけの本を持って参りました。この動画で興味を持っていただきましたら非常に面白かったので概要欄のリンクからぜひ一度本書を手に取っていただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一言で介護職員いない社会保険料払えない2040年に待ち受ける絶望的な介護医療の未来について二言で あと7年で皮膚の若返り移植が実現可能。2050年までに確実に訪れる5つの技術革新について、3言で今や台湾より貧しい国日本。日本が途上国に落ちたたった一つの理由について解説していきたいと思います。どれも非常に大切な内容となっているので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速一つ目の、介護職員いない、社会保険料払えない、 2040年に待ち受ける絶望的な介護医療の未来について解説していきたいと思います。さて突然ですが皆さんは2040年の未来の姿を想像できますか ?2040 年には今当たり前のように多くの人がついている職業は全てなくなっているかもしれません。 一方で想像もつかないような新しい職業が多数登場しているかもしれません。今現在40代から50代の皆さんには退職したら年金で悠々知的に生活できると考えている人が多いかもしれません。ですがそのような生活が実現できるかどうかは全くの未知数と言わざるを得ません。 今から約20年後の2040年にはあなたが病気になった時に医療保険が どれだけ機能しているのかも定かではないんです。もしかしたら、保証などというシステム自体さえ存在しなくなっているかもしれないんです。だからこそ、人生の長期計画を立てるにあたっては、日本の将来がどのような姿になっていくのかをよーく考える必要があります。そこでこの一言では、2040年に訪れる未来像のうち、医療と介護という私たちの健康と生命を守るために、 な点についいいててて深掘りしし解説していきたいと思うんで,すでは最初に皆様が動画の構成を理解しやすいようにこれから紹介する2040年に待ち受ける絶望的な介護医療の未来をまとめて発表しておきたいと思います2040年に待ち受ける絶望的な介護医療の未来1 あなたが要介護になる確率95%です2わずか20年で介護医療の分野は96万人の人手不足 超高齢化によって社会保障負担額がが爆上がりするでは、それぞれ一つずつ具体的に取り上げて分かりやすく解説していきたいと思います。それでは早速一つ目の2040年に待ち受ける絶望的な介護医療の未来あなたが要介護になる確率95%ですから解説をスタートしていきます。さて、超高齢化社会と呼ばれるこの日本において90歳以上 以上で介護支援が必要になる確率は何パーセントぐらいいだと思いますか皆さんちょっと恐ろしい話なんですが、実は90歳以上で介護支援が必要になる確率はなんと95%つまり私たち全員のうち20人に19人が90歳になれば要介護状態になるんです。このように言うと 自分は90歳までなんて長生きしないよと思っている方いるでしょう。そんな方でも決して油断できません。85歳以上で要介護支援になる確率はほぼ5割と言われていて、皆さんも数十年後には2分の1の確率で要介護となってしまうんです。年を取ったら介護が必要になるかもしれないなぁと漠然と考えている人は結構多かったと思います。ですが、その確率が こんなに高いとは少々びっくりですよね。自分自身のことだけではありません。もしあなたに配偶者がいれば、その方が妖怪語になる可能性もありますし、皆さんの親御さんは、ほぼ確実に近い将来、妖怪語となるでしょう。さらに現代は、人生100年時代と言われている通り、私たちの寿命は現在進行形で、どんどん伸び続けております。現時点での平均寿命が、 80年ですから皆さんがご高齢になる数十年後にはさらに寿命が伸びて120歳ぐらいまで生きるのが当たり前の未来が到来しているかもしれませんそうなれば皆さんは90歳から120歳までの30年というあまりに長い年月を要介護状態で過ごすことになってしまうんですこのように超高齢化社会に足を突っ込んでしまった日本において介護の問題というのは 私たち一人一人が決して避けては通れない問題なんです。さていかがでしたでしょうかそれではここまでで一つ目のあなたが要介護になる確率95%ですについての解説を終わりにして次に行きます。それでは次二つ目の2040年に待ち受ける絶望的な介護医療の未来わずか20年で介護医療分野は 96万人の人手不足について解説していきたいと思います。さて、先ほど説明したことから20年後には 医療福祉が日本の最大の産業になるとも言われています。高齢化の進展によって、要介護人口が増えるのみならず、医療の受診者も急増します。そのため、医療福祉分野で必要とされる人材が増えることは容易に想像できるでしょう。しかも、医療介護の現場においては、どれだけ生産性が向上しても、必要な就業者数はあまり減らないということが知られております。やはりね、医療介護の 現場は生身の人間が必要であり、なかなか機械化することができないからであります。そうは言っても、そのような人材が必要な頭数だけ集まるかどうかはまた別問題です。介護医療の現場は未だに 賃金水準が低くこのままでは2040年には医療福祉分野でおよそ96万人の人手不足が発生すると見積もられているんですしかも医療介護の分野ではリモートワークのような効率化を図ることができませんコロナ禍の時に浮き彫りになったように介護医療の現場は非常に厳しい労働条件が強いられております今でさえマンパワー不足の介護医療現場 現場において高齢者がさらに増える2040年に必要とされる人材が果たして確保できるのかどうか大きな疑問が残ってしまいます。 このような介護医療現場の人材不足の話をすると必ずそれならば外国人労働者に頼ればいいじゃないかとそんなこと言う人いますよね。ですが著者は今後は外国人労働力に頼れない可能性があると言うんです。その理由は特にここ数年顕著になった 円安のの影響によるものです日本は賃金の面でもなんともはや魅力的な国ではなくなりつつあります。事実、国際的な介護人材は中国やオーストラリアといった 日日本本よりりもも賃金が高いい国にに取られつつあり優秀なな労働者は日本には見向きもしないんですこのまま日本の国際的地位の低下が続けば海外からの介護人材に頼ることもいよいよ難しくなってくるでしょう。それだけではありません。諸外国に比べた日本の賃金水準の低さが解決されなければ外国人が入ってこないばかりか、なんと優秀な日本人が海外へ流出することも懸念され そうなればもはや日本の若い人々は皆さんのために介護医療の現場で働いてくれなくなるでしょう。 さて、いかがでしたでしょうかそれではここまでで2つ目の、介護医療分野は96万人の人手不足についての解説を終わりにして、次に行きましょう。それでは次3つ目の、2040年に待ち受ける絶望的な介護医療の未来、超高齢化によって社会保障負担額が爆上がりするについて解説していきたいと思います。さて、介護医療の問題は、 人材不足だけではありません増大し続ける医療介護需要に対し日本はあまりにも お金がなさすぎるんです。ここからは少々複雑なお金の話になってしまいますが、私たち全員に関係する大切なことなので、よく聞いていただきたいと思います。皆さんご存知の通りですが、日本の経済成長は、ここ30年の間、完全に停滞しております。さらに2040年には、65歳以上の人口は、現在よりも1.1倍多い4000万人弱にも膨れ上がり、一方 で、15歳から64歳の生産人口は現在の8割にまで減少してしまうということが分かっています。社会保障を受ける高齢者が1.1倍に増加して、保険料を負担する若者が0.8倍に減ってしまうわけですから、単純に考えて負担率が急速に上昇していくというのは誰が考えたって自明です。細かい計算は省きますが、本書では2040年までに43。 も社会保険料負担率が増加すると試算されております社会保険料負担が43%増えると言ってもなかなかピンとこない人が多いかもしれません 平均的な世帯が負担すする社会保険料は現在月額でおおよそ11万円程度とされておりますつまりこれが4割増えるということは社会保険料が月額16万円になるということであります現状の低い賃金水準が続く限り誰もこんな法外な保険料を払うことはできないでしょう要するにこのままいけば2040年には日本の社会保障制度は崩壊以外の道はない というわけなんですそして2040年というのはいわゆる就職氷河期世代が定年を迎える頃になりますつまり今現在40代から50代の皆さんがまさしく2040年に高齢者となる方々なんです皆さんは いざとなったら日本の社会保障に頼ればいいやと軽く考えていないでしょうか。しかしそんなに現実は甘くないということがこのような数字から十分にお分かりいただけると思うんです。65歳になってほとんどの人が介護医療を受けられずに路頭に迷ってしまうそんな映画のようなディストピアは決して絵空事ではないんです。さていかがでしたでしょうか。ちょっとやばすぎる未来像ばかりでげっそりして してしまった方が多いかもしれませんこの辺で一元の内容をまとめておきたいと思います一元では2040年に待ち受ける絶望的な介護医療の未来を三つほどご紹介いたしました一つ目の未来はあなたが要介護になる確率95%というものでした90歳以上の人が要介護となる確率は95%と言われていますこのことから人生100年時代と呼ばれる今ほとんどの人が少なくとも 10年は要介護状態で生きることを強いられるとお伝えいたしました。そして2つ目の絶望的な未来がわずか20年で介護医療分野は96万人の人手不足に陥るというものでした。政府の推計では2040年には介護医療の分野だけで96万人の人手不足が発生すると試算されております。ここ数十年で日本は 低賃金国国になり下がっってししししままたたたたため不足人人材を外国人労働者でで補うこととさええきないいお伝えいたしましたそして三つ目の残酷な未来が超高齢化によって社会保障負担額が爆上がりするという未来でした超高齢化によって介護を受ける人が増加し負担者が減少すれば当然時給のバランスが崩れ社会保険料が爆上がりします一方で賃金は全く上がらないため このままでは日本の社会保障制度が崩壊するのも秒読みであるということをお伝えいたしました。それでは次2件で、あと7年で皮膚の若返り移植が実現可能、2050年までに確実に訪れる5つの技術革新について解説していきたいと思います。さて1件では、深刻な日本の医療介護の未来像をご紹介いたしました。2040年頃に定年を迎える皆さんにとっては、 痛くななるような話だったかもしれませんですが高齢化や人材不足が深刻化する一方で今ものすごい勢いで科学技術も進歩しておりますもしかすると2040年には科学技術によって先ほどお伝えしたようなディストピアを回避できる未来が待っているかもしれないんですそこで人間では 明るい話として2030年から50年までに確実に訪れるあっと驚くような技術革新を5つほど厳選して皆様にわかりやすくご紹介していきたいと思います。皆さん希望を持っていきましょう。まずはこれから紹介する5つの技術革新を最初にまとめて発表しておきます。2050年までに確実に訪れる5つの技術革新。 1, 1超小型医療機器によりがんが完全に克服される2若返りの皮膚移植が近所のクリニックで誰でも簡単に受けられる3寝たきりの人が自由に歩けるようになる4 完全自動運転によって死ぬまで車に困らない。5. リアルタイム全自動翻訳によって全日本人が失職する。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきたいと思います。まずは一つ目の2050年までに確実に訪れる5つの技術革新超小型医療機器によりがんが完全に克服されるについて解説していきたいと思います。さてまず一つ目にご紹介したいのは私たち たちの誰もが絶対に無視できない癌に関するトピックであります日本では現在生涯で3人に1人が癌にかかり2人に1人が癌で死亡するとも言われています癌が克服されればいいのになという思いは健康な生活を送りたいと思う全ての人たちにとって切なる願いですよねそんな皆さんに朗報があります実は2050年までには全ての癌が克服されるかもしれないという 説がああるんんでですそれだけではありませんこれから30年の間の医療技術の飛躍的な進歩によって、癌のみならず、あらゆる病気が治癒すると予想されているんです。アメリカのカルフォルニア大学は、2050年の医療技術について、次のような予測をしております。1ガンが克服される 2. 角膜移植によって視覚障害者がいなくなる。3. 遺伝子編集工学によって全ての疾病が治療される。4. 人工内臓が開発されて誰でも臓器提供が受けられる。5. 失った歯も再生可能になる。 6. あたかも自分の手足のように使える義師が登場する。7. 肥満を一瞬で治す飲み薬が開発される。さてどうでしょうか。これらの輝かしい未来予測の数々は何も根拠がないものばかりではないんです。 iPS 細胞に代表されるようにゲノム編集や細胞医療の技術は今飛躍的に向上しております。また最近ではナノマシンという技術によって様々な疾病が手術なしに治療できる可能性も見えてきました。ナノマシンとはその名の通りものすごく小さい機械のことであります。この超小型機械の具体的な大きさは10万分の1メートル程度でこれは私たちの細胞よりも一回り小さい ウイイルスぐらいのサイズでありますこのようなめちゃくちゃ小型の機械によって私たちの体内に潜む病原体やがん細胞を直接除去できるようになるんですしかもこのような技術が2050年にはほぼ確実に訪れるというんですからそう思うと長生きするのも悪くなさそうですよね是非希望を持って今から健康的に長生きできるようにしっかりと努力していこうではありませんか さて、いかがでしょうそれではここまでで一つ目の超小型医療機器によって癌が,が完全に克服されるについての解説を終わりにし、次に行きましょう。それでは次二つ目の2050年までに確実に訪れる5つの技術革新、若返りの皮膚移植が近所のクリニックで誰でも簡単に受けられるについて解説していきたいと思います。さて、さらに今注目されているのが細胞療法というものに になります細胞医療は先ほど挙げた未来の医療技術の中でも最も早く実現可能になると考えられていて2030年頃には私たち一般人が日帰りで簡単に治療を受けられるようになると予想されております細胞療法を使用すると私たちの体中にある傷ついた細胞を正常な若々しい細胞に置き換えることができます細胞療法は全身のあらゆる 細胞に適すすることができますからシミやそばかすができてしまった皮膚を赤ちゃんのようなすべすべの肌に若返らせることも老化によってスカスカになってしまった骨を10代の若者のようなしっかりと密度のある硬い骨によみがえらせることも可能なんです。夢のよような話ですよねさらに 細胞療法は糖尿病のような生活習慣病にもアルツハイマー病のような認知症にもその他多くの病気に治療適用できると期待されているんです。繰り返しますがこのような細胞療法というのは決して遠い未来の話じゃないんです。2030年にはなんと私たち一般人が普通に治療を受けられるようになると予想されております。2030年というとあと7年後です。そう考えるとだいぶ楽しみ な技術ですよねさていかがでしたでしょうかそれではここまでで2つ目の若返りの皮膚移植が近所のクリニックで 誰でも簡単に受けられるについての解説を終わりにして次に行きます。それでは次3つ目の2050年までに確実に訪れる5つの技術革新、寝たきりの人が自由に歩けるようになるについて解説していきたいと思います。さて技術革新は医療のみならず介護の分野でも起きております。特に 介護ロボットの活用がその良い例でしょう。現在でも介護ロボットは一部の大学などで試験運用されていますが、今の介護ロボットはあくまで介護者がマッスルスーツを着用するものばかりです。ですが将来的には介護が必要な利用者本人がマッスルスーツを着て自力で動けるようになる未来が来るでしょう。このようなロボットが 一般的になれば、車椅子ロボットによって、一人でスーパーに行き、ロボットアームを使って、自分で買い物をすることも可能となります。軽度の要介護者が、自力で歩く場合には、傾斜センサーが内蔵された杖を用いることによって、転倒を予防できるようになるでしょう。また、介護の一番の問題は、排泄であります。そんな排泄の問題も、今や介護ロボットの活用によって解決しつつあるんです。 生体チップからのデータによって排泄タイミングを把握し、ロボットが排泄物の吸引や洗浄などを行います。介護の中でも、排泄に関する仕事は、労働者が最も嫌がる仕事。ですから。その辺が機械で代用できるのであれば、介護職員の負担を大幅に減らすこともできるでしょう。さて、いかがでしたでしょうか。それでは、ここまでで、三つ目の、寝たきりの人が自由に歩けるようになるについての解説を終わりにして、次に。 いきましょう。それでは次4つ目の2050年までに確実に訪れる5つの技術革新、完全自動運転によって死ぬまで車に困らないについて解説していきたいと思います。さて、医療介護の分野からさらに視野を広げてみると、今一番ホットな技術革新の話題は自動運転であります。最近では 高齢者が自動車事故を起こすと、高齢者から免許を取り上げろなどという心なきコメントが溢れ返るのをよく目にします。車を運転する高齢の方にとっては非常に生きづらい世の中になってしまっているでしょう。私自身も田舎暮らしをしたことがあるのでよくわかりますが、やはり地方に住んでいる人にとってはどれほど年をとっても車は決して手放せないものでしょう。むしろ、年をとればとるほど必要不可欠になると とも言えるでしょう。とはいえ、年を取れば。 運転技術も注意力も低下するのも事実ですから、その辺が大きなジレンマとなっているわけです。ですが、完全自動運転が実現すれば、そういった悩みはすべて吹き飛びます。そして、それが実現できる未来は、もう間近に迫っているんです。ヨーロッパではすでに、2030年代までに、完全自動運転が標準となる、社会の実現に向かって、具体的に動き始めております。また、中国でも、 全自動運転の新車を視野10%とする具体的な目標を掲げております日本でも2025年前後には高速道路における半自動運転の実用化が目指されております完全自動運転が実現すれば年をとってどれほど運転技術が落ちてしまったとしてもそんなのは関係ありません私たちは電車に乗るのと同じようにただ座って好きなように過ごしていればいいんです さらに自動運転の実現には経済的なメリットもあります。 自動運転を導入すれば企業は人件費を節約できますし労働問題も発生しませんそうなれば物流コストは大きく低下し効率も向上するでしょう物流に必要なものは倉庫と配送ロボットだけになりもはや店舗さえいらなくなるはずなんですもちろんドライバーの方々は職を失ってしまうことになりますが人類の歴史を振り返ってみれば タイピストや電話交換手、エレベーター操作手など消滅してしまった仕事は山ほどあります。今やっている自分の仕事がなくなってしまう未来なんて今のあなたには想像できないかもしれませんが、このように過去を振り返ってみれば仕事がなくなっていくというのは至極当然のことであるとわかるでしょう。 そして過去に比べてテクノロジーの進歩は言うまでもなくどんどん加速しております。ですから仕事がなくなるスピードだってどんどん加速していくと考えるのが自然なことでしょう。仕事がなくなるなんて嫌だよとテクノロジーなんか進歩しなきゃいいのにと願ったところでテクノロジーの進歩は誰も止めることができません。一度動き出した針はもう止めることはできないんですからだからこそこのように日本の未来を考え自分自身 自身がが今どのように行動すするるべきかを考えることが重要なんです手遅れになる前にしっかりと未来を見つめていきましょうさていかがでしたでしょうかそれではここまでで4つ目の完全自動運転によって死ぬまで車に困らないについての解説を終わりにして次に行きますそれでは次5つ目の2050年までに確実に訪れる技術革新リアルタイム全自動翻訳により全日本人が死し 失職すするについいいいてて解説していきたいと思いますさて、二限の最後では、2035年頃に確実に実現可能となるコミュニケーション関連の技術について、皆さんにご紹介しておきたいと思います。文部科学省が制作した令和2年度版科学技術白書によると、2035年頃に実現可能となる技術として、次のようなものが挙げられております。1、完全自動運転。2、自立航行可能な。 無人船舶3人を運べる空飛ぶドローン4作業用ロボットが広く普及することによる無人工場や無人店舗5画像認識と音声認識が融合したリアルタイムの自動翻訳さてどうでしょうかどれも非常にワクワクする技術ばかりですがこの中で特に注目されているのがリアルタイム自動翻訳でありますもしもこのような技術が 一般化すれば言語の壁は取り払われ、もはや国境は あってないもののようになるでしょう。ですが、これまで言語の壁に守られてきた日本人にとっては、これは同時に大きな脅威にもなり得ます。例えば、非常に優秀なことで有名なインド人。彼らがどれほど頭がいいとはいえ、相当な教育をしない限り、業務をこなすだけの日本語能力は身につきません。このような言語の壁によって、これまで日本の労働者は守られてきたわけです。しかし、自動翻訳の技術が進めば、 こういいった甘い状況は長続きしません 5G などのリモートワーク環境が整えばデジタル移民がドッと日本に入り込み私たち日本人の仕事を根こそぎ奪ってしまうかもしれませんこれは脅しなどではなく実際にすでにアメリカでは起きていることであります アメリカではすでにデータ処理などの IT 関連業務は海外の人材にオンラインで外注するのが一般的になってきているんですしかも日本ではこの IT 分野の人材が不足しているため条件が良ければ数多くの外国人専門家がデジタル移民として日本に参入してくるでしょうこれまで日本語ができるということだけが取り入れだった労働生産性の低い日本人労働者はリアルタイム翻訳技術の台頭によって淘汰されす てししままう運命にあるのかもしれませんだって企業を経営している経営者からするとやらせることは同じなのに外国人労働者の方が給料安くやってくれるわけですから当然そちらに仕事を発注しようということになりますそうなってくると日本語ができるということだけが取り柄の日本人労働者にわざわざ高い報酬を払って仕事を発注するという人は誰もいなくなってしまうかもしれませんさていかがでしたレし 最後の5つ目に関してはね少々暗い話になってしまったんですがその前の4つに関しては本当に期待できる明るい未来のお話でした。 このような未来が一刻も早く実現することを願いたいものですね。それではこの辺で二元の内容をまとめておきましょう。二件では2050年までに確実に訪れる5つの技術革新についてご説明しました。ポイント1。2050年には超小型機器によって癌が,が完全克服されると予想されている。またわずか7年後には誰もが簡単に皮膚移植によって若返ることが可能となる。 ポイント2介護ロボットや完全自動運転の技術が確立されれば寝たきりの人が自分一人で好きな場所に行くことも死ぬまで車に乗り続けることも可能となるポイント3リアルタイム全自動翻訳技術が実現した場合今まで日本語という既得権益に守られていた日本人労働者は淘汰され多くの専門技術者が外国人労働者に代替されるかもしれないそれではラスト3言で 今や台湾より貧しい国日本、日本が途上国に落ちたたった一つの理由について解説していきたいと思います。さてここまでで日本を待ち受けている医療介護の絶望的な未来と2030年頃から実現可能となる夢のような科学技術の二つをご紹介してきたわけであります。前者は暗い未来で後者は明るい未来です。そして私たち日本人がそのうちのどちらに進むことができる かはこれからの私たち自身にかかっていると言えるでしょう。ですが 失われた30年という言葉がある通り、諸外国が軒並み経済成長を遂げる中で、日本だけが経済的に停滞し続けております。さらにそこに急激な円安が加わることによって、今現在、なんと日本は台湾より貧しい国になってしまったんです。この動画の最後となる3言では、そんな悲惨な日本の経済の現状と、それについての打開策について、要約して参りたいと思います。それでは、 これから紹介する内容を最初にまとめて発表しておきますそれは次の3つです日本が途上国に落ちたたった一つの理由1日本は今台湾よりも貧しい国2 iPhone どころかサムスンさえ買えない日本人。3.2040年の日本を生き延びるための唯一の方法。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきたいと思います。まずは一つ目の日本が途上国に落ちたたった一つの理由。日本は今や台湾より貧しい国について解説していきたいと思います。さて皆さんもご存知の通り2022年になって信じられないほどのスピードで 円安が続きました年初めには1ドル =115 円程度だったものが10月には一時150円台を記録してしまったんですもちろん歴史的なドル高の影響で他の通貨も目減りしている場合は多いもののその中でも円は際立って下落しておりますこの円安によって世界での日本の地位は大きく低下しています 円の購買力を示す実行実質実行レートは現在61.7これはなんと 年年前の年頃とほぼ同じ水準だそうですこの値は2010年を100とするものですから、円の購買力はわずか10年で半分近くに減ってしまったということになります。私たち日本人は今、これほどまでに貧乏なんです。豊かさを示す指標である、一人当たり GDP の順位も円安の影響で大きく下がり、2022年には台湾に抜かれてしまいました。また韓国 も賃金上昇率がが高く一人当たり gdp で日本が韓国にさて、いかがでしたでしょうかそれではここまでで一つ目の日本は今や台湾よりも貧しい国についての解説を終わりにし次に行きます。それでは次二つ目の日本が途上国に落ちたたった一つの理由 iPhone どころかサムスンさえ買えない日本人について解説していきたいと思います。 さて、先ほどの話は数字上の話に過ぎず、実際の生活には関わりがないと思っている人が日本にはどうも多いようです。円の購買力がいかに低下しようと、日本国内で生活している限りは関係ないよと思っているようですね。しかし、現実はそう甘くありません。ご存知の通り、円安によって日本国内の物価は急上昇しました。 一方で、賃金は全く上がらないため、私たち日本人の暮らしは日に日に厳しくなっているんです。特に、日本国内で生産できないものの価格は、今後も確実に上昇し続けてしまいます。それを端的に示すのが、最近の iPhone の値上げでしょう。私たち日本人にとって、iPhone は、もはや手の届かない高級品になりつつありますが、実はアメリカでの価格は変わっていないんです。つまり世界中で、日本人だけが、 iPhone を買えなないいいというあまりににも悲惨な状況に陥っているんです日本で買えないのは iPhone だけではありません。かつてものづくり先進国だった日本はとっくの昔にその地位を奪われ今や半導体さえ作ることができません。故にそうしたものも従来より高い価格で外国から買わなければいけないんです。円安がさらに進めばあらゆる電化製品は私たちにとって贅沢品となり日本人には決して手が出せない ものになってししまうでしょうでょさていかがでしょうそれではここまでで2つ目の iPhone どころかサムスンさえ買えない日本人についての解説を終わりにし次に行きますそれでは次3つ目の日本が途上国に落ちたたった1つの理由2040年の日本を生き延びるための唯一の方法について解説していきたいと思いますさてこのようなニッチもサッチもいかない現状を打開するために必要なものは何でしょうか日本の現状を打開する ために必要なものそれはつまり経済成長に他なりません 経済成成長長ととといいいいいいいううそんなななに成長を追い求めなくてもいいじゃないかという人がいます日本はもう十分豊かなんだからこれ以上頑張らなくてもいいよとかたるを知ることこそ重要であるなどとのたまうんですですが日本は今やそんな流暢なことを言ってられる状態ではないんですすでに述べた通り日本はもはや豊かではないんです日本が今後成長できるか否かはこれから高齢者となる皆さん自身が 生きるか死ぬのかという、のっぴきならない大問題なんです。日本の経済成長率が0.5%になるか1%になるかによって、皆さんが今後受けられる介護医療サービスや負担額が大きく変わってきます。2040年に65歳を迎える皆さんが生きていくためには、日本の経済成長がどうしても必要なんです。高い成長率が実現できなければ、 当然税収収や保保険の収入が確保できなくなくります社会保障政策をはじめとする、あらゆる政策の財源が確保できなくなり、社会保障料の負担額が膨れ上がります。そうなれば私たち日本人の手取りはさらに少なくなり、誰も物を買わなくなって、経済は停滞し続けてしまいます。このような悪循環を断ち切るためには、失われた30年を打破し、今こそ経済成長に突き進むしかないんです。そして その経済成長を支えるのは他でもない私たち日本人自身の努力であるということを決して忘れてはいけないんです。それではここまでで3つ目の2040年の日本を生き延びるための唯一の方法についての解説を終わりにし三言の内容をまとめておくことにしましょう。この三言では日本が途上国に落ちたたった一つの理由についてご説明いたしました。ポイント1日本は今台湾よりも貧しい国。 円安と経済低迷のダブルパンチにより、今や日本は台湾より貧しい国となり下がった。このままいけば、一人当たり GDP で韓国に抜かれることも時間の問題だろう。ポイント2。 iPhone どころかサムスンさえ買えない日本人。かつてものづくり大国だった日本は、今やお金もなければ技術もなく、iPhone を買うことができないばかりか、半導体一つ自前で作ることができない。ポイント3。2040年の日本を生き延びるための唯一の方法。あまりに悲惨な日本の現状を打破するためには、何よりもまず日本が経済成長を遂げるしかない。 本日は以上です。また、このチャンネルでは投稿できないような濃い内容の書籍、そして情報を徹底的にリサーチし配信する新しいチャンネルを始めましたので、概要欄からぜひぜひ遊びに来てください。それでは、さようなら。